ご視聴ありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。こちらはベニマシコのメスですかね。一生懸命私たちはひっつき虫って言っていたような、ね、植物の種と言ったらいいのかな、一生懸命ついばんでおりましたけれどもね、この動画の最後にねこのシーンをたっぷりとご覧いただきますので最後までご覧いただきたいと思います。そしてこのカワセミが止まっているのは猫柳ですかね。このように花芽と言ったらいいのかな、花と言ったらいいのかな、結構猫柳があちこちでこの河川でもね見かけるようになりました。このカワセミね、実はもう帰りかけた時にね撮影したんですけれどもね、よくあるんですよね、こうもうカメラを閉まってね帰りかけた途端にチャンスがやってくるっていうのがね、私はもう何度も経験しているんですが、このミサゴもそうなんですよね。もうほぼ自宅の手前まで来た時にね、この間もね同じようなシーンがあったんですけれども、ミサゴとカワセミに関しては特にねそのようなことがあるような気がするんですけれどもね、この付近でもねこのようにミサゴが定期的にというかなこう巡回しているようでね、この歩いておりますのは加古川流域というエリアになるんですけれどもね、行ったり来たりね、結構しているようです。見かける方も多いようでね、そういった情報をあちこちでお聞きすることがありますね。今日私が歩き始めました時間帯というのがね、ちょうどこう中学生が登校するような時間帯でございましてね、一番最初に出会ったのがこの常備滝なんですけれどもね、モズがおりましてね、普段まあ結構いろんな方にお出会いした場合にはね、私の方から挨拶をできるだけさせていただくようにしているんですが、中学生はねもう生徒の方から挨拶をねしてくれますので、慌ててこちらがね挨拶を仕返すというようなことになっておりますけれどもね、今日もねいろいろな方に、お出会いすることがありましてね、時にはねカワセミが見たいんだけどどうしたらいいんだろうとかね、なんか白いカモがいるんだけどあれ何ですかねみたいなね、白いカモっていうのはおそらくカワアイサのことであったと思うんですけれどもね、そういったことをね、聞かれるね尋ねられることも増えました。で、まあ、カワセミもね結構あちこちで見ることができますのでね、意外に小さいですよというようなことをね、言うんですけれどもね、結構何ですかね、川の中に石があってその上にちょこんといるような時にはね見つけやすいんですけれどもね、そうでない時にはちょっと見つけるのはちょっと難しいかなということでね、まあ、鳴き声なんかもお伝えしたいんですがちょっとね、難しくってね、カイツブリの鳴き声が、で結構カイツブリの鳴き声ってこう堤防を歩いてましてもね結構よく聞こえるんですけど、ちょっと意外な鳴き声ですよね。結構けたたましく分かりやすい鳴き声でね鳴いてますよね。これはもう一筆啓上って聞こえますかね。あ、結構聞こえるかこれは。ホオジロの鳴き声もね個体によっていろいろパターンがあるようですし、これも先輩から受け継ぐというかな、まあ、習うというかな、そういった仕組みになっているそうですね、野鳥のさえずりっていうのがね。
そろそろウグイスの鳴き声もね、もう聞こえるようになってきておりますので。バンがいてカワセミがいるね。バンがいてカワセミがいるの分かりますか？どこにいるかな。バンは分かりますよね。カワセミはどこかなってね。節目のシーズンというか季節というのかな、迎えておりますのでね、例えば見慣れた野鳥でもちょっと繁殖に向けての行動が見ることができたりとかね。この間もあれはカラスだったかな、いわゆる求愛求人ですかね、そのような行動が見ることができたりとか、カルガモはどうやらね、いわゆるそういうシーズンに入りかけているような仕草もね、見えましたのでね。ですから普段見慣れてる野鳥でもちょっと違う姿を見ることができたりとか、渡りのシーズンの節目を迎えますとね、そういった準備にね入ってくる、そういったこともありますのでね。冒頭ご覧いただきましたベニマシコもね、今シーズンは11月に入ってから初めて見かけたんですが、ちょうど昨年の3月の中頃までね、私が歩いている場所では結構見かけた回数はそれほどでもないんですけどもね、3月の中頃まで見ることができるチャンスはあると思いますのでね、楽しみにしてみたいと思います。でこの間ね、と言いますか昨日ですかね、見かけた猛禽類、えらいちっちゃい猛禽類ってね、言ってましたらね、ハイタカのオスではないかというねアドバイスをいただいております。なるほどっていうことですよね。今つぐみがなんかペロッと出しましたね。未消化の種とかをねこういうふうに吐き出す行為がね、デジロじゃんこれ、デジロだわ。カワラヒワが止まっているのかと思いきやね、メジロが気になってましたね。たくさんメジロがいたのをご覧いただきましたでしょうかね。ですから普段見ている野鳥でもね、オスとメスで随分姿が違う場合があるっていうことなんですよね。それは一つ勉強になりましたね。確かにね、以前見ていたハイタカはもう少し大きかったように思ったんですけどもね、もう本当に昨日見た野鳥というのかな、本当に小さくてね、ヒヨドリぐらいにしか見えなかったのでね、大きさがね。ですから逆に言うと、あ、ヒヨドリがいるわって言うてね、見逃しているといけないってことですよね。ひょっとすると例えばハイタカのオスであったりとかね、これ、カワセミがね、今どこにいたか分かりましたでしょうか。今カワウってこう白っぽい部分がありますよね。これもシーズンなのかな、そういった、同じ野鳥でもこう羽がね、変わるというか色がね、そういったこともありますのでね、同じ野鳥でも、姿が変わるとか、雌雄オスとメスで全く姿が違うとかね、そういったこともあるわけですよね。こちら、ベニマシコというね野鳥だと思います。オスの方はね、これもそうなのかな、ちょっと色合いが分かりづらいですがね。これもベニマシコか。割と野鳥の名前って分かりやすいというか、オスの方のね特徴を表した表現で、表されていることが結構多いのでね、メスを見かけた時に何だろうなっていうね思うことも結構ありますよね。ですからその逆のパターンもあるっていうことですよね。割と
メスの方が代表的な姿をしていて、オスの方が逆に地味なケースもあるということですかね。ということでね、まあ季節の動き始めてる時期に入りますので、改めてね、気を引き締めてというかな、少しちょっと緊張感を持ってね、歩かなければいけないかな。これね、まあ、生地がね、このように今日もね、飛んでおりましたけれどもね、まあ、こういうふうに生地の場合も集団行動から単独行動に移ってくるような季節に入るのかもしれませんよね。いわゆる縄張りを主張するような、そういった鳴き方をね、オスがするようなシーズンもやってくるかと思いますね。今日も普段から歩き慣れている河川の堤防を歩いたんですけれどもね、季節の変わり目ですのでね、ちょっとこう改めてね、気を引き締めて歩きたいと思っておりますね。こう慣れてくるとね、あれが、あ、何々がいるわとかね、あ、見慣れた何々だというふうにね、見過ごしてしまうこともね、ありがちなんですけれどもね、ちょっとね、今のところ私はね、こう、とりあえず動くものを見かけたら、とりあえずカメラを向けてみる、ね、シャッターを押してみるというふうにはしているんですけれどもね、これもね、なんかこう、悪い意味での慣れというのがね、出てきましてね、ついつい、こう、見過ごしてしまうというかな、まあ、野鳥の撮影なり観察でやってはいけないね、マナーの他で言いますと、こう、思い込みというのかな、そういったことはいけないと思いますね。ですから一応ね、まあ、撮影してみて初めて気がつくというようなこともありますしね、編集をしていて、あれってね、思うことも結構あるんですよね。本当に思い込みだけはしないようにしたいと思います。そしてね、やはりこう初めて見る風景だと思いながらね、歩くというのもね、大事だなと思っておりますね。これカワセミどこにいるか分かりますかね。今日はカワセミはね、枝かぶりであったりとか、ちょっと遠すぎたりとかいうことでね、まあ、こちらはね、ちょっと季節を感じるような映像がね、ギリギリ撮れたかなというふうな気はするんですけれどもね、こう飛び物と言われるようなものもね、まあ無理とは思いつつね、いずれ奇跡の一枚というのがね、捉えられるように信じてね、まあ、挑戦はし続けたいと思っておりますけれどもね、このメジロがたくさんいるの分かりますかね。ちょっと分かりづらかったかな。今日もいろんな野鳥に出会えたんですが、この千鳥もね、コチドリあたりがね、いつ頃やってくるかっていうのもね、ちょっと十分気をつけてね、見たいと思います。これがね、ルリビタキだったんですよね。あの撮影した時はね、このジョウビタキのメスがいるわと思ったらね、こんなんでも撮影してみないとね、わからないっていうことでね、これはあのベニマシコなんですけれどもね、この、カシラダカかな、これは。ですから最後にね、あのベニマシコの食事の風景を改めてね、ご覧いただきたいとは思うんですが、これはちょっと近すぎる白石霊さんですが、これほぼ 2,3 メートルぐらいなんですよね、距離がね。でミサゴもね、まあ、これが今のところ限界かな。でということでね、ご覧いただきますけれども、この我々ひっつき虫って言ってね、まあ、ひとくくりにいろんな植物を言ってしまいますけど、これはイノコズチという植物なんですかね。この茎のあたりをね、手で持ってね、これをあの衣服にこすりつけられるとね、もう厄介なことになるんですよね。このベニマシコがついばんでいるこの実がね、ベターっとこう衣服に、くっつくというか、ひっつくというかね、いうことになりまして、とても厄介なひっつき虫なんですけれどもね、このちょっと火がね、当たり始めまして、ベニマシコのお腹のあたりがね、ちょっとこう白飛びというような状態になっている気がするんですが、これはどうだったのかな、オートでコントロールはしてくれないのかな。ひょっとするとこの
コントロールする操作がある、あるいは設定の仕方があるのかもしれませんしね、撮影のモードによるのかもしれませんけれどもね、この間オートフォーカスのモードをね、まあ、固定のモードから追尾のモードに切り替える方法が分かりましたのでね、それは結構役立っているように思います。結構ねこのように光が当たり始めましたので、ひょっとすると撮影し始めた時の設定でこう明るさもね固定されているのかもしれないですね。一生懸命食べてますね。なんか全部結構ベリーマシコとイノコズチ合わせて検索するとね、結構たくさんの画像が出てきますので、ひょっとすると好物なのかもしれませんよね。このチャンネルでは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日は一日ありがとう。明日がより良い一日でありますように。